はい、皆さんこんにちは、マサでーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけれども、今回は、ガチャ、ガチャを回してきました。これ気になるガチャがね、あったので、ね、回してきました。そしてね、何をやってきたかと申しますと、前出たのこの待ちぼうけシリーズね、待ちぼうけシリーズのこの。ミサイますよね。この、待ちぼうけシリーズの、この、不審ちゃんじゃないんですけども、新しいね、ユーマのね、待ちぼうけ、シリーズのやつが、やってきました。やってきましたっていうか、これ、何段目かな？結構ね、何段目かの3段目か何段目か知らんけど、あったんですよ。だけどね、今までラインナップがもう一つあったんですけどもね、今回はね、どうしても欲しいのやつがあったんけども、それが一発で出ました。今回はラッキーって感じなんですけども。まあね、土偶みたいな感じでね、何回も回す。一回何倍だったかな ?300 円やったかな。値段はそんなにね、高くはないんですけども。だけどね、欲しいやつのラインナップがね、まあ、一個しかなかったんですよね、今回は。前まではね、そんなにね、なかったんですよ。欲しいやつが。だから回してなかったんですけども、ユーマとかね、あっち系のやつも僕好きだからね、味覚に。ムーとかのね、よくありますでしょ。ムーとかもね、たまにね、YouTube チャンネルとかも登録して見てるんですけども、こちら、ドーンって感じで、でん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 でーん。待ちぼうけユーマ、未確認生物ってやつが、これが出たんですよ。それでね、何を狙ってますか、わかりますかね。僕が、狙ってるのがね、まず、ビッグフットとかってね、このジャージーデビル。これジャージーデビルっていうのは、これがフィギュアってなるの珍しいですよね。それでね、ブラッドウィッドモンスター。それグレイのミイラ。ミイラになってるっていうのが珍しいですね。それからこれでフライングキャットの白と黒ってあるんですけども、これ白は確かオッドアイになってたんかな。これミイラのね、グレイっていうのも珍しいしね。それでね、これ1、2、6分の1なんですけど、欲しいやつね、どれでしょうかねーって感じなんですけど、お城はいつもの注意書きなんですけども、ミサイルの隣に座るのは何でしょうか。それがね、一発で出たんですよ。今回はね、出るまで回してこようと思ったんだからね、正解は、こちら。ブラッド・ウィズ・モンスター。これね。これね、これがフィギュアになるってガチャになるって本当珍しいと思うしね。これね、装備とかあるんですよ。だけど高いからね、なかなか手に入るのはちょっと難しいかなと思ってたんですけど、いずれ欲しいなと思ったんですけども、それがなんと、出ました。出ました。ガチャで出ましたよ。皆さん、味覚に、すいません。味覚に生物好きな方ね。ムーとかね、僕結構、まあ、買ってはしてないんですけどもね、パラパラたちを見せたりとかね、ムーグッズとかね、よくムー T シャツとかね、よくありますでしょ。昔それでよく着てたんですけどもね、こちら、正面ね、お座りしてね、待ちぼうけしてるんですけども、3メートルのね、宇宙人なんですけども、待ちぼうけってね、置いていかれたんでしょうかね、仲間からね、UFO から、まだかなーって、帰ってこないかなーって、置いていかれちゃったなーってね、感じなんですけども、けど、とっても後ろもね、グラデーションもちゃんと綺麗にできててね、とてもね、なんか、後ろから見たらこれなんか、とんがったおティンティンみたいな感じなんですけどもね、よくできてます、これ。とても、金色でね、再現もうまいことできてるしね、後ろはまあ、ぺったんこになってるのかな。これが3メートルのね、宇宙人のね、なんですけども、顔かてもね、とても造形もよく、顔も表現うまいことできてるし、ね、手のね、この不気味さもね、よくできててね、これはどうしても欲しいなぁと思ってね、これはもう速攻で回しに行ったんですけども、だけどね、
まあね、どれが出ても、まあ、外れっていうか、外れないんですけども、やっぱりね、欲しい、これが一番欲しかったですからね、それでね、まあ、一回回してたら、もう、これが出たからね、やったーって感じでね、もう帰ってきたんですけども、他はまあ、どっちでもいいかなーって感じだったんですからね、ミサイと比べたら、まあ、ちょうど、ミサイとちょうどいい大きさぐらいかな。だからね、多分ね、グレーは多分ちっちゃいと思うんですよ、このサイズから見たら。ね、この猫2人とね、フライングキャット。このね、待ちぼうけシリーズもね、いろんなの出てるしね、今回このユーマ、ね、ユーマ味覚糖みたいな感じの名前なんですけども、これが出ました。よかったです。一発でね、最近ガチャ運が悪かったからね、まだハマるんかなと思ったんですけどもね、大丈夫でした。皆さんもね、こういうの好きな方はね、また回したらどうでしょうかって感じなんですけども、これ、待ちぼうけシリーズもね、いろんなね、好きなやつの、同じ種類じゃなかったとしてもね、並べていったら楽しいかなと思ってるんですけども、今ね、もう一つなんかあったんですけどね、民芸品の待ちぼうけみたいなね、だるまとかこけしとかね、それも回そうかなと思ったんですけどもね、それ結構、そこは結構人気、その時は人気だったからね、ちょっと時間もなかったからね、まあいろんな女の子二人組かなんかで回して、それでなんかその後かでもなんか外人さんが待ってるようなイメージ、感じだったからね、もうすぐ帰ってきたんですけども、またね、機会があったらまた回していきたいと思いまーす。感じで。待ちぼうけ。待ちぼうけ。待ちぼうけ。っていう歌ありましたね。皆さんもね、集めたらどうでしょうかーってね。ビッグフットもね、ちょっと可愛らしいビッグフットになってるんですけども。ということでね、今回はね、このね、ユーマということでね、未確認物体。生物ということでね、未確認飛行物体ということで、その、って言うたら、まあね、ピーンと来る人はね、あの場所だろうっていう場所があるんですけども、アメリカのね、ロズウェル。これね、ロズウェルかどうかはわからないんですけども、ロズウェルっぽいからね、今日の吉岡里帆ちゃんはこちらの写真集からここからこれアメリカかどっかの外国で多分ね撮影された吉岡里帆さんなんですけども、これはちょっとねなんか不思議なポーズを撮ってますけども、ちょっとねアメリカで撮影された写真集なんですけども、これロズウェルっぽいかなと思ってね、完全なこじつけなんですけども、まあね、今日の吉岡里帆ちゃんもね、どれの写真しようかなと思ってね、どうせならまあね、ご紹介した商品からね、なんか関連ついたやつがいいかなと思ってね、タバコ吸ってるような感じしてますね。吉岡里帆ちゃんも、ね、前のダウンタウンと坂上忍さんのね、番組でね、タバコは一度だけ吸ったことを挑戦したけど、肺が受け付けなかったからね、吸うのやめましたって言ってましたけどもね、とてもね、その、会話になってるお酒飲んでるトークする番組かな、あれも YouTube に残ってるから、あれ結構ね関西弁の素の吉岡里帆ちゃんが出てね、とてもねいいと思うんですけども、まだまだ初々しいですね、ちょっと胸元がセクシーなんですけども、あ、ちょっとお座り、あ、これもちょうどうまいこといいですな、これお座りしてね、待ちぼうけって感じのね、吉岡里帆ちゃんなんですけども、これから夏になったらね、こういう格好されるかもしれませんしね、最近こういうあんまりセクシー系のグラビアはされないけどな、まあ水着ぐらいですけども、まあね、とても可愛らしいですね、ちょっとね真剣にお顔が、やっぱりお顔を映した方がいいですよね、このね吉岡里帆ちゃんなんですけども、ということでね、今回はね、待ちぼうけシリーズのガチャとね、このそれに関連付けた今日の吉岡里帆ちゃんのコーナーでした。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。それでは今回はね、これね、お二人のミサイとね、ブラッドウィズモンスターとの、バイバイでお別れしたいと思います。
皆さんいつもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではモンスターミサエニュー夫婦バイバイでお別れです。それでは皆さんさようなら、ありがとうございました。またね、バイバーイ。